こんにちは。 J リーグの各クラブのコンオフの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を考えていく企画の第30回です。本日は2020年の12月11日です。 J1 は31節が終了して残りは3節となりました。 J1 のリーグ戦は大詰めです。そろそろ本格的にストーブリーグが開幕しますが、今回取り上げるのはサガン鳥栖です。第30回となります。第25回が FC 琉球編、第26回がガイナーレ鳥取編、第27回が長野パルセイロ編、第28回が浦和レッズ編、第29回がカターレ富山編、今回の第30回がサガン鳥栖編となります。今シーズンのサガン鳥栖を簡単に振り返った後、スタッツから考える今シーズンの強みや弱みなどを取り上げてみました。その後、コンオフに移籍や流出が考えられる選手、コンオフの補強ポイントについて、獲得できたら面白いと思う選手などを取り上げたいと思います。それではスタートです。まず最初に31節を終えた時点での成績を書き出してみました。6勝12敗13分けで勝ち点は31です。31試合で32得点39失点となります。順位は14位です。16位の湘南との差は6なので、例年であっても J1 残留は濃厚な成績です。今シーズンの鳥栖は激動のシーズンになりました。クラブの経営危機が発覚しました。8月にはクラスターが発生して一時活動は休止されました。キム・ミョンヒ監督もコロナに感染して入院するなど辛い出来事の多いシーズンになりましたが、ピッチ上では若手選手が躍動しました。2020年シーズンの鳥栖を簡単に振り返ってみると、開幕から7試合勝ちなしと出遅れました。1節から5節まではいずれも無得点でしたが、6節にしてようやくの今シーズン初ゴールが生まれました。得点力不足に苦しみましたが、エドワルドを中心とした守備陣は奮闘しました。各種のスタッツを見ていくと、シュート数は13位で、枠内シュート数は12位で、パス数は7位で、ドリブル数は9位で、クロス数は11位で、30メートルライン進入回数は8位で、ペナルティエリア進入回数は7位となります。平均身長は 175.98cm で下から2番目となります。一方、平均年齢も 25.19 歳で下から1番目となります。過去4年間の平均年齢はこの通りです。昨シーズンと比べると 2.5 歳ほど若返っているので、大幅にチームは若返ったと言えます。今更言うまでもない話ですが、サガン鳥栖の育成力は日本屈指です。 U15 や U18 は近年は全国大会の上位の常連と言えます。年代別代表にもたくさんの選手が選出されています。どの世代の代表チームにも鳥栖 U18 の選手がいます。金監督はユースの監督を務めていたので、今教え子がたくさんトップチームでプレーしています。今年のオフに退団や流出の可能性がある選手を挙げていくと、原川はセレッソへの移籍が濃厚です。高橋秀人は横浜 FC への移籍が濃厚と言われています。松岡や林大地やエドワルドは今オフの移籍市場で人気を集める可能性が高いと考えられます。財政難は深刻なので、何人かの主力が抜けるのは致し方ないと言えます。サポーターにとってはタフなオフになる可能性が高いと言えます。今オフの鳥栖はどんなオフになるのでしょうか。財政難は深刻なので、売れそうな選手は売らざるを得ない状況です。当然、高額年俸のベテランは放出対象です。金監督の続投は有力と考えられます。ただクラスターが発生した責任を感じて辞任することはありえない話ではありません。コンオフの補強ポイントは次の3つです。1つ目は固定しきれなかったセンターフォワードです。
大卒ルーキーの林大地が流出する場合はなおさらです。2つ目は右利きのセンターバックです。レギュラーを務めたエドワルドとミアは共に左利きです。かなりいびつでした。3つ目はゲームメーカー系のボランチです。原川の流出はほぼ確実と言えます。主力の何人かは流出すると思われますが、ブレイクが期待される選手はたくさんいます。1人目は2002年生まれの相良です。先日のガンバ戦で J1 初ゴールを記録しました。2003年生まれの中野や2001年生まれの板橋も年代別代表に選ばれている有望株です。ここからは獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。1人目は横浜 F マリノスのオナイウです。比較的選手の行き来が多い横浜マリノスに所属しています。2019年は J1 の大分で10ゴールを記録しました。マリノスのフォワードの選手層は厚いので、出場機会を求めての移籍は十分に考えられます。2人目は FC 東京の田川です。五輪代表にも選ばれている大型レフティです。鳥栖の U18 出身で各年代の日本代表で活躍してきましたが、 FC 東京では十分なプレー時間は得られておらず、やや伸び悩んでいると言えます。3人目は名古屋グランパスの山崎です。187センチの大型フォワードで左利きという点も武器となります。2015年に大卒で鳥栖に加入しました。走力があって献身的なプレイヤーです。 J2 の徳島でゴールを量産して評価を高めました。4人目はギラバンズ北九州の国分です。大分が保有権を持っているボランチです。技術が高くてキックの精度も高い選手です。今シーズンは若手主体の北九州で中盤の要として活躍しました。5人目は水戸ホーリーホックの山田浩太です。マリノスが保有権を持っている浜のプリンスです。2019年に行われた U20 ワールドカップで主力として活躍しました。ボランチでも2列目でもプレー可能で、攻守に貢献できるオールラウンダーです。ここからは獲得できたら面白いと思う選手を簡単に紹介したいと思います。最初の3人は J2 でプレーするフォワードです。福岡のファンマと東野、長崎の富樫などは J1 でも活躍できるストライカーと言えます。今度の3人はいずれも J2 でプレーする大型のセンターバックです。大宮の西村、山形の熊本、千葉のチャンミンギュの3人を挙げてみました。今度の3人はいずれも J2 でプレーするボランチです。山形の中村と金沢の藤村は J2 を代表するボランチです。長崎のカイオセザールの保有権を持っているのは J1 の川崎フロンターレです。今度の3人はいずれも J2 でプレーする左利きのアタッカーです。北九州の高橋大吾は清水が保有権を持っています。秋元は大卒1年目ながら栃木のエースとして大活躍しました。吉尾はマリノスが保有権を持っています。最後の3人はいずれもハードワークのできるフォワードです。千葉の山下、山形の大月、京都の野田龍之介の3人を挙げてみました。野田はかつては鳥栖で活躍した選手です。以上のような20名をピックアップしました。2021年の目標は J1 残留です。タフな1年になる可能性は高いと言えますが、有望な若手がどこまで成長できるのかが鍵を握ると言えます。クラブの財政は相当に厳しいですが、楽しみな若手はたくさんいるので、クラブの未来はそこまで暗くはないと言えます。今回の動画は以上です。本動画ではサガン鳥栖を取り上げましたが、それ以外の J1 のクラブの動画も随時アップする予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時頃にアップしていますので、それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。